タミバロテンは、別名、レチの暗則抗酸とも呼ばれる合成レチノイドであり、トレチノイン退性急性前骨髄急性、白血病に対する化学療法剤として用いられる、蛍光剤である。商品名アムのレイク。日本でのみ承認されており、早期臨床試験でエイトラより良好な忍ぶ、広子性が示されている。他に、アルツハイマー型認知症、多発性骨髄腫、 クローオン病治療への応用が模索されている。開発コードアム80、トスマイナス 80t。再発、または、難治性の急性前骨髄急性、白血病添付文書に記載されている重大な副作用は、レチノイン酸症候群、感染症、白血球増加症、間質性肺疾患、重核炎、オーモンス自由解症である。5%以上の患者に、 頭痛、発疹、皮膚乾燥、湿疹、白脱性皮膚炎、骨痛、関節痛、発熱、白血玉数増加、ヘモグロビン減少、AST 増加、ALT 増加、LDH 増加、アルプ増加、TGE 増加、TC 増加、毛包炎、CRP 増加が発生する。テトラリン骨格を有するタミバロテンは、下記の経路で合成することができる。ジオール。 1>, 1を塩酸で処理して、カルボン酸、クロリド、2を得る。塩化アルミニウムを触媒として、アセトアニリドに、2を、フリーデルクラフツ反応で結合させ、テトラリン、3を得る。アミドを、アルカリで、加水分解して、アニリン誘導体、4を得る。4の網の元を、テレフタル酸、モノエチルエステルモノクロリド、5でアシル化して、アミド、6を得る。六の、エステル元を、 再び加水分解して、最終産物、7を得る。寛海導入療法、1日 6mg、平方メートルを骨髄寛海が得られるまで、朝、夕食後傾向投与する。投与期間は8週間を超えないこと。ありがとうございます。